はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボルダリングジムとか廃業の話ですね。すいません、前の動画まで廃業の話結構多くて申し訳ない。廃業と開業がねこう混雑するというなんか凄まじい状況になっておりますけども、ちょっと進めていきたいと思います。今日はですね、ボルダリングジム経営で夫婦でねボルダリングジム経営するとまあ比較的うまくいきやすいよというような内容になります。でまあ、ボルダリングジム経営で、まあ、時々聞くのがですね、夫婦でされる方ですね、まあ、奥さんと旦那さんと2人ともね、ボルダリングジムを、まあ、共同で経営するというかですね、そういうパターンをちょっと探ってみたいなと思います。で、まあまあ、いろんなタイプがあるんですね。例えば旦那さんですね、ご主人さんの方がかなりのクライマーで上級者がね、まあ上級者で、まあ奥さんはそんなでもない、まあノーマルな、奥さんねっていう普通のね、普通の、まあ、クライマーというパターン、まあ、こういうのは結構あると思うんですよ。で、まあね、こういうね、この上級者の、例えば、クライマーだったら、こちらが、まあ、セットとか、ルートセットね、課題のセットをやったりとかして、まあ、あとは、そういうね、ジムのそう企画とか、そういうもの、コンペの企画とか、なんかそういうのを、こちら、旦那さんの方がやって、まあ、逆に奥さんの方が、こういろんな、こう、まあ、経理とかね、なんかそういったようなこと、全般、あと掃除とかなんかそういうのをやると。ね、なんかそういう役割分担をうまく、やると、まあ比較的こう、うまくいきやすいかなって思います。で、なぜそう思うかというとね、まあ結構大きなね、会社でも、このね、夫婦で二人三脚でやるって結構多いんですよね。今誰でも知ってるような会社でも、昔は旦那さんと奥さんで2人でやってましてなんていう会社もめちゃめちゃいっぱいあります。で、まあそういうふうにね、まあ2人でこうやっていくっていうのも多くて、あとまあ結構夫婦でやってらっしゃるとか、コンビニとかも多いですよね。コンビニの経営を2人でやってるという例はかなり多く聞きますよね。で、まあ結局こう夫婦でやるとやっぱりこう何が一番いいかっていうと、まあ、家族で経営するっていうことなんですけどね、家族経営なんですね。まあ利点はね、私が思うに悪い時ですね、なかなか売り上げが立たない時に売り上げがない時ですね、こういうね正念場のところでね、言っちゃっていいのかな、無賃金というかですね、無償で無給でですね、給料なしでもね働けるっていうところ、それをね当面しのげるんですよね。もうぶっちゃけ言うと家族経営でもこのね、例えばボルダリングジム畳んじゃったらもう一家も路頭に迷うっていう場面だったら、もう無給だろうが長時間だろうが必死になってねやるっていうところなんですね。もう背水の陣でやってるわけですね。なので、ちょっとね言っちゃ悪いですけど、社員の人がやるのとはちょっと次元が違うぐらいコミットできるんですよ、やっぱり。実際ねボルダリングジム経営してて思うんですけど、やっぱ社員の人はやっぱり自分と会社って別じゃないですか、やっぱ別のものですよね。だけど、この夫婦でされてる個人事業の方ってもう本当、ボルダリングジムイコールその夫婦のもう本当にガチでこう、めちゃめちゃその一体感があるわけですね。だからまあそこをね、がやっぱり違うかなと思います。でこう雇われてる人ってもうボルダリングジム閉店してもね、まあ、別にその人には借金残らないわけだし、まあ、大変だろうとは思うんですけど、うん、だけど、まあ、そこのところともう家族経営で、もうボルダリングジム閉めたら借金だけ残るとか言ったらもうむっちゃ働きます、はい、だからまあその辺の違いは出てくるんじゃないかなとは思います。で、逆にねこう悪いところも、書いておくと、悪いところね、これはね家族経営で悪いところってやっぱ夫婦喧嘩とかね、もしあった時はもう思いっきりもうボルダリングジムの中までね夫婦喧嘩引っ張ってくるので、まあ、そういう雰囲気悪くしたりとかそういうのはまあまあ普通にあるかなと思います。であとまあ私が一番思うのはこの旦那さんとね奥さんとね、これどっちがどっちでもいいと思うんですけど、こうね対等でこうねフラットに並ぶとこれは良くない例なんですね。どっちかというとこれね旦那さん側奥さん側ですね、まあ、奥さん側が別に前に出てもいいので、前に出ていろいろ営業事とかするんだったら、旦那さんは後ろに構えていろんなこう下働きをして後ろの方をやると、逆もありだと思うんですよね。旦那さん側が前に出ていろいろこう営業面とかそういうセットとかを前の方わーっとこうお客さんと前の方に見えることをやったら、掃除とか、そういう数字のこう、こととかね、そういうその他諸々の雑用は奥さんがすると。でこれが互い違いにこうなったら私はいいと思うんですね。で、まああるのがねなんていうかなまあ旦那さん一人でもしやられてて、で後から奥さん結婚してこのジムに入られたりとかした時にこうなっちゃって、で前に2人になってしまって。後ろのことをまああんまりこうやりたがらない人とかになるとなんていうかな、こういろいろこうこの2人の意見がこうだから、衝突したりとかなんかそういうのもあったりとかして、うまくいかないことっていうのがあります。で、なんやらかんやらこうチクチクとね、この経営の方針とかに後から入ってきてこうチクチク言い出したりとかね。なんかそういう風になっちゃうとジムのこう方針ぶれたりとかしてうまくいかないっていうケースがあります。であとねこう、まあ、ちょっと後ろめに奥さんがいたとしてもなんかねこう旦那さん側はジムを大きくしてなんかな、もっともっと広げたい、もっともっと良くしたいっていうために結局ねお金をねこう例えば投資をするわけですね。投資をするわけです。で、それがね、まあ、例えばジムの改築とかね結構お金かかりますよね。ジムの改築とかあとホールドとかセッターさん呼んでとかねそういうイベントですね。で、そういうもろもろのことをやろうとする。だけど奥さん側はねこういうことあれなんだけど家庭の節約をするかのごとく会社のお金を節約しだすとそれは悪いんですよ。で、どういったことかというと、こういうねジムの経営って、一つ覚えておいてほしいのがお金を使ってねお金を使ってお金を増やすと。ねこれすっごく大事な考え方ね、増やすと、ね、これをねしないといけないです。どこかで無駄遣いに見えるかもしれないけどお金を使ってお金を増やすって、この究極の考え方、これがね意外とできなかったりするんですね。通常家庭とかでこう例えばサラリーマンの家庭とかでそういう考え方ってあんまりなかったりとかして。ただひたすら節約すればお金が残るっていう考え方にとらわれると、こういうね、先行投資というかお金を使ってお金を増やすっていうことが全くできなくなって、だんだんジムが廃れてくるっていうパターンもあります。実際ありますね。なので、もし、ご夫婦で、ボルダリングジムを経営したいなら、まあ、どっちが前でもどっちが後ろでもいいと思うんだけど、前に立って、外面のこう営業をするお客さんとかとガンガンこう向き合ってやる方が、まあ、こっちが前でもいいので、やっといて、後ろの方の、こっちの前に行った人がよくできないような下働きですね。で、そういうことをすると。で、意外とね、重要なのはこの後ろの方の人っていうのはすごくね、大変。前の人に立てないといけないし、すごくね、日の当たらないね、ところだけど、実は重要なことをしてるわけなんですね。で、あと前の方がもうちょっと足りなくなった時には、ちょっと前の方にもちょっと出ていって、そういうことをしないといけないこともあるけど、前の人に邪魔にならないように、こう、後ろに戻らないといけないという。はい。だから、後ろの人は逆に大変な、こっちが前でもいいんですけど、こっちが前が足りなければ、ちょっと補助はしてあげるけど、邪魔になりそうになったら、後ろに帰らないといけないと。はい。なので、この、ナンバー2の役割というかね、それをね、演じれるっていうのが、成功する秘訣かなと私は思います。はい。で、やっぱりね、こう、結婚されて後から入ったりすると、なんかその、初期の頃の苦労とかを共有できなかったりするんですよね。奥さんの側とかね。まあ逆に旦那さんの側がこう、後からね、奥さんが経営されたジムに入るというパターンも、まあ少しはあるかもしれないですけど、まあそういうところで後から入ってきて、夫婦経営とかになった時は、後から入ってきた側はね、もう元々からその売り上げとかの水準から入ってくるんで、まあそういうのが落ちてきた時とかに、なんでとかっていうことになりかねないからですね。そういうのも、まあ、難しいかな。まあ初期のね、めっちゃ苦労してた時期とかを知ってると、まあ結構、がっちりこう締めて、引き締めて、財政引き締めて、ながらもやっていくとかってあるんですけど、もういい時からしか入ってない人は、結構豊満な経営になったりとかっていうのもあります。はい。で、まあ、こういうのをね、ちょっと参考にして、まあ、うまくこう、前後のこう、だから、前をこっちがやって、後ろをこっちがやってとか、うまく逆もいいんですけど、前をやって、後ろをやってという、そういうね、役割分担がはっきりできるなら、夫婦経営絶対いいとは思います。はい。これがうまくいかないんだったら、やめた方がいいと思います。はい。そういったお話でございました。なんか参考にされたらいいと思います。ありがとうございました。